今から時間の概念がひっくり返るおそらく多くの人が無意識的にタイムラインを自分で変えていってるんですよね、うん、心の波動に連動してこの時間っていうのがどうもあるなっていう思っていて、うんうん ただ引き寄せるのと飛ぶのの違いっていうのは、えー、似て非なるもの、でそういう風な発想をすることによって、自分の生きやすい未来に行けるっていう風なテーマでやってますね、うんうん、こう未来は積み重ねしかないから、そんな自分の可能性なんてないっていう人も結構多いんですけども、その連続性が崩れた瞬間、それを信じるのをやめた瞬間に、ものすごい変わると思うんですよね。 これ面白いんですよね。あの、うん、宇宙にオーダーを出したら、そのオーダーがそのまま返ってきて、はい、あとそれを自分で受け入れて、その、うん、それをきちんとこうこなしていけるかっていうところの試しが入るんですよね。はい、始まりましたスターシードチャンネルということでよしです。今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。雨のひよこさんお迎えします。パチパチ,パチ。ああ、はい、よろしくお願いします。えー ありがとうございます。いや、ああ今回、えー、2回目の、そうですね、スターシンドチャンネルになりますが、すね、まあ前回もね、大好評でした。まあ、前回がね、えー、っと、一人人宇宙というテーマで、やはりこう、ど真ん中なんだけども、こう、お互いにですね、すごいこう、一番コアな部分をね、こう引き出してい,ていけたんじゃないかと思うんですが、今日もね、えー、いろんなお話をちょっと、 楽しみ今日はね、しておりましたが、ひよこさんね、あの YouTube でねですね、今もう10万人以上のね、チャンネルであり、そしてすごくコアな、私たちがこう探求したいテーマをさまざまなね、深掘りをして作り込んでいらっしゃって、僕もよくね、毎回見て、あのすごい面白くてですね、見ているんですが。この y さんのですね、あの書籍、波動の法則、早速読ましていただいてですね。はいで この本の取り組み方っていうかな、その読むにあたってのちょっとガイド的なこともちょっとお話ししていけたらなっていうふうに思っています。あ,はい、ありがとうございます。ちなみに、どの辺が今、拝見していただいて、気になった点でしょうかね、はい、そうですね、うん、これ、まだ吉さん伝えてない話なんですけど、この波動の法則といえば、あ、はいはい、僕も、はい、すごくもうあの本も読まさせてもらいましたね。はい、はいはい うん、足立育郎さんの,あの波動の補足って、先駆者的な理系のですね、もうガチの理系の研究者の方が出されている本なんですけど、はいえー、実はそ,のそういう、ね、あの理系的な発想でありながら、うんえー、この足立育郎さんの亡くなった妹さんで、えー、あ<ー>足立幸子さんっていう方いらっしゃるんですが、よっさん、ご存知ですよ。えあの本出されてますよね。<laughs> はいあるがま,まに生きる 実はその足立幸子さんと私、旧知の中であ、そうなんですか <laughs> もう大昔の話だけど、私、20代の時にあのまあ知り合いまして、うんうん、もう今ね、ね亡くなった方なんですけど、でその妹さんの方はかなり、えー、このスピリチュアル寄りの活動されてたんですよね。えーはい そういうね、あのー、一見、えー、理系的な発想しながら、まあ、ちょっとご兄弟ですけど、方、うん、や、そのスピ的なことにもた、えー、けてるっていうか、おそらくそ,のそれがちゃんとすみ分けっていうか、ができてるっていうことだと思うんですよね、うん、この波動の補足っていうのを突き,突き詰めていったらですね、はいえー、そこが一番、なんていうのかな、あの着眼点であるというか、うん、このヨシさんの方読ませていただいたんですけど、とても、はい、あの読みやすいですね。ます、うん 初心者の方にも取り組みやすくて、<laughs> えそれから例えば、えー、量子物理学的なこととか、そういうことを、はい、こ知ってる人に対してもリーチしやすいような本に構成になってますね。うん、はい。はい、あのー、本当に僕の中ではね、こう大体こう1冊、例えばまあ200ページぐらいあるじゃないですか、その1冊分を大体1ページに凝縮したぐらいの感覚で。<laughs> うん 330ページぐらいありますけど、330冊分ぐらいをこうまとめてるようなイメージなんですよ。自分の中でなんかこう、すごい難しいものをシンプルにするっていうのが大好きで、だからもうどっちかっていうと、本当に一瞬でわかるように全部凝縮するっていうのがこの本でした。だから波動の法則って結構、まあ原則ではあるんですけど、 様々なことって、やっぱりこう人間関係だったり、お金のことだったり、やっぱりこうが願望実現だったりとか、さっきの時間とかの、ね、概念もそうだし、まあ、様々な、なんていうかな、日常であることや、あのこの宇宙の法則すべてを凝縮していったっていう、でこの本になったって感じですね。うん、はい。そうですよね。これ、本当ねあの、すごく勇気がいることだというふうに思ってまして、 私のね、YouTube チャンネルでも、かつて、はい、例えば、えー、量子物理学でいうと、この二重スリット実験の動画とか出させてもらったんですよね。で、えー、あれって、この認識論的な、この意識というものが、この物質界を形作っているのの介入が行われていると。うん うん、いうふうな考え方なんですけど、うん、これね、もうガチの科学者から言うとちょっと違うんですよね。うんうん、で、結構、あの私、動画作って、ガチの科学者から、まあ、ありがたいことにツッコミいただいて、それちょっと、うん、あの行き過ぎだろうみたいなね。うん、だから、今の,その、えー、この先駆的なその科学の立場っていうのは、そういう、ね、意識っていうのがあの曖昧性、ファジーなところっていうのは、なかなかツッコめないところなんですよね、うん、実はですね、実は。うんだから そういうものに対しては、疑似科学、衛生科学的な扱いになっちゃうんですよ。うん、だけども、実際に我々は今ここの心を持って、このマインドを持ってですね生活しているっていうところの、その実践的なところのアプローチを考えたときに、その今のその現代のね科学とかいう枠を外れたところでいろいろとアプローチしていった方が、より見えてくるっていうか、うん、鮮明になるっていうか。 うんとても勇気がいることなんですよ、実はですね、これね。なるほどですね。はい、まあ僕の中ではその、まあ、もちろん僕もあの理系なのでね、もともとが理系で、ばっつり幼稚園からコンピューターやっているので、なんかこう、そういうロジ,ロジカル的なことも大好きなんですよね。はい、ただ、やっぱりこう、瞑想とかも3歳からやってたから、まあ、どちらかというと、はい、まあ、この世界見えないものが99.9%だし、はい、まあ科学なんていうのはまあ、 どう考えても、その、ちょっと一瞬見えるところだけを切り取って、それで全てを、なんかね、無理やり言おうとしてる感が否めないので、まあ、そう考えていくと、まあ、科学にね、偏った見方っていうのは僕はあんまりしないんですよね。うん、そうなんですよね。だからまあ、そういう意味で言うと、科学も僕好きなんですけど、まあ、それはそれで一つこう、一瞬、ここちらから見たこの、この点しか見てないなっていうのがあるんで、まあ、そこよりももっと僕は、あの、全ていろんな、 方向から見たら見えてくるものがあるでしょうっていう感じで、まあ、例えば、量子力学から見たら、あ、なるほど、物事の本質、波動ってこういうふうに解き明かせるね。で、先ほどの時間の概念も、あ、実は過去から未来流れてるわけじゃなかった、未来から過去もあるし、ね、それがべて同時に存在してるなっていうのも見えてくるしっていう、なんか違う方向からね、例えばこう、古代の文明やカタカムナやいろんな ことも書いてますけど、なぜかそういったところが全部先ほどの波動の法則だったり、はい、あの、足立さんも書かれていたあの、もうちょっと記憶完璧じゃないですけど、確かね、電子と原子の話書いてたんですよ。で、はい、確かね、14.5回、右と左に回るって書いてたと思うんですね。うん、あれってカタカムナとかでいう、こう、この渦のこちら向きとこちら向きがこう、重なり合っていることを言ってるんじゃないのっていう。 だからそれを全部、なんかいろんな方向で見ていくと、あ、全部繋がってるわっていうのが、うん、すごい毎回僕感動し,しちゃうんですね。いろんなところをこう見ていくので。うん。うんはい、だからね、すごいそれをこう、全然違う分野をまとめてる感もあります、この本。うんうん おそらくですけど、その科学的な発想を極めたらそ、はい、そちらの方に行き着くんだと思うんですよね。うん、ですよね、うんあまあ。それをこう一般的に分かりやすく、えー、しているということで、まああの、足立さんの、イクロさんの本とはまたちょっと違ったテイストで、稼働の法則についてのアプローチができているなっていうのがちょっとと感じたところです、ね、あ,ありがとうございます。なるべく簡単に わかりやすくシンプルにしてます。そうですね。はいあそうかそうか。そこそこら辺のところは私の YouTube とコンセプト、吉さんは一緒ですもんね。難しい概念をわかりやすく伝えるっていうことが、うん、まあ我々の立場ですよね。そうですね。うん。わかりやすく伝えるということをまあ考えながらまあ動画の制作とかもやってるんですけど、まあそれ一緒ですよね、うん。そうですね。あとね何か。 ありますかちょっと告知的なことにもなるんですけど、はい、あの来年に向けて、書籍をまた3冊ぐらい、ちょっと予定の本が、うんね、すす出すということになってまして、うんで、そのうちの1つは、この時間がテーマになってるんですよね、ね時間の、うん、今、うん、さっき、しさん、ちょっと言われたみたいに、この時間というものは、はいうん、過去、現在、未来というふうに直線的に流れているのではないというか考え方。はいうんで まあそれがおそらく科学的にある程度、今、えー、この理論が構築されつつある段階だと思うんですよね。うん、だけど、その構築を待っているわけではなく、そういう発想をすることによって、我々のこの生活がダイナミックに変わっていくじゃなかろうかという、そういう提案を分かりやすく説明している本を出したいと思ってます。うんはい、時間ってすごい大事ですね、今から。今から時間の概念がひっくり返る、うんはいはい そんな時代が来そうな気がしますけど、はい、ひおこさん的には、その時間の概念っていうのは、どういうふうに捉えてるんですかね、時間について、ね。まあ、一番ざっくり分かりやすく言うと、この瞬間瞬間のファイリングっていうか、積み重ねに過ぎないわけですよね。うん、アナログにそれが見えてるだけに過ぎないみたいなね。イメージ的に言うと、この映画のフィルムをこう、流していってですね、コマ送りで流していって、それが動的に動いているように見える。うん、けれども、 切り取っっていったら一つ一つつの瞬瞬瞬間瞬間間はなんで,す、ねうん、で、その、じゃあなんでその瞬間瞬間というのを、えー、考えるということが大事なのかっていうと、そういう発想をすると、実はその我々がこの思っているこの、 でであるとかですね、うん、それからあと、原因と結果とか、そういう因果関係、因果率であるとか、うん、でそういうものがある一つの法則の中で出来上が,来上がってるっていう考え方を取るんですよ、うんえ、そうすると、これも時間からちょっと広がっていくんですけどですね、考え方が。 えー、それによって、えー、この生きにくい、この生きにくいというか、むしろ、なんていうかな、えー、非常に変化が変、流れが早い、今の時代、うん、現代社会というのは変化がすごくな、流れが目まぐるしいですよね。うん、この目,目まぐるしい、言ってみれば激流の中で、我々は過ごしているわけだけど、うん、そこでその自分の立ち位置をしっかりと捉えて、どう生きていくかということが、ピンポイントで見えてくるということだと思ってるんですよね。時間について例えば よくあのパラレルシフトとかね、はい、あの僕もこの本にも触れましたけど、うんはい、パラレルシフトやタイムラインをねガチンと変えちゃうみたいな話ありますけど、うん、ひよこさんのね動画とかでもそういった話ありますけども、うん、そういうのってどう思いますか、うん、ひよこさん的には。あそうですね。私の YouTube チャンネルで結構不思議体験をされた方を取材していく中で、うん うん、今言われたねあの、パラダイムシフト、あうん、世界線を越えてやってきたとかいう人、結構いるんですよね、うんうん、何人も。その、えー、と取材の方をしっかりと精査していったら、うん、その方が妄想とか虚言で言ってるわけじゃないっていうのがもう明らかにわかるんですよね。じゃあ、それ何かっていうことなんだけれど、うん、おそらくこの今のこの時代の,この、こ、まあ、年し今2023年、来年24年ですけど、うん、このあたりぐらいの時代から、そういうですね、 あのタイムラインとかいうのを意識するような人がたくさん増えてきてるんだと思うんですよ、うん、あ確かに、はい、世界線っていうのがあるということをね、それによってその、今まで無意識的にただこう移り変わっていって、例えば、ね、別の世界線があるとかってして、うん、その別の世界線からこっちの方に行ったり、あっちに行ったり来たりとかしていた。うんうん それを無意識的にやっていたのが、うん、いや、待てよ、それちょっとおかしいんじゃっていうことに、人々が気づき出しているのが、今のこの時代じゃないかなというふうに思いますね。うん、確かにね。なんか、ね、僕あの、アニメとかもよく見てるんですけども、はい、数年間っていうのは、本当にこう、タイムリープものであったりとか、うんまあ、タイムラインをこう、はい、どんどん履行していくような話が。うん もうありとあらゆるアニメの中であるんですけども、やっぱそれももしかしたら意識の変化があるのかもしれないですよね。やっぱあ,のああいうアニメって結構あの時代のトレンドの先端を言ってますよね、敏感なところでね。うん、なぜかっていうと、そういう世界観を人々が興味持って受け入れる素地ができつつあるということだと思うんですよ。うん、あ確かにねだからそういうね、あのあの異世界転生みたいな。うん のが結構トレンドになっていて、はい、でそれは言い換えると、そういう流れが起きてると、現もう何でもかんでも異世界転生になっちゃってますよね、<laughs> アニメがね。そんな中で、まあ、タイムラインをね、うん、う意図的にこう変えていくっていうことを、お子さんとかやったことはありますか あ、やってますね。もちろんそれを実践してやってまして、この前ですね、クローバー出版社さんの方から、オンライン動画講座、時間が存在しないという、あなたの望みを実現する方法っていう講座を作らせていただいたんですけど、えー、まあその中でね、その自分というもののこの時間の考え方概念を変えることによって、 その未来の世界線を自在に飛ぶことができるっていうふうな考え方をするんですよね。うん、まあ一番近いのは引き寄せの法則だと思います、ね。うん、ただ、引き寄せるのと飛ぶのの違いっていうのは、えー、似て非なるもの。なるほど、なるほど。うん、引き寄せるって、ものすごく多分エネルギーがいるんですよ。っ無理やりね。無理やり感がありますよね、うん、何かね。うん、それが、はい、あの飛ぶっていう考え方は、かなりフットワークが軽いんですよね。うん、うん でそういうふうな発想をすることによって、うんえー、実利を得るっていうかね、自分の生きやすい未来に行けるっていう風なテーマでやってますね。うん、はい例えばそういう簡単にちょっとピンポイントだけでもお話し,していただくと、うん、例えばどういうふうにやったら、うううに飛んんででいけるんですか、はいうん、あまずですね、その我々の心っていうのは、うん、これはあのアナログ的にただ心が意識としてねあるっていうのがもう当たり前に思ってるかもしれないんだけど、うん 実は、この我々の心ですら、その瞬間瞬間のつながりに過ぎないという考え方を取っていくんです。うん、例えば、実践的にね、えー、じゃあ、電車の中であの人が座って、自分があの向かい側に座ってますと、うん、これ、ちょっと実践論的な話をちょっと今やってますね。こののの向かかい側の電車の人人ががどんな人が入ってきたか どんな乗客が入ってきたかっていうのを、パッとこう目を、目を開いて見て、それでまたパッと閉じるんですよ。うん、そうするとね、その瞬間、まあ多分それは例えば10秒前の瞬間だったり、5分前の瞬間だったりするんですけど、はい、じゃ一1分後にその人が次の駅で出ていったとします。うん、でも残像として残ってるじゃないですか、それが。つまり残像として残ってるの意味は、それはその瞬間、まあ、ほんの高々かか数分前の瞬間の過去を、 うん、自分はそこにいるということの意識づけができるということなんですよ。うんうん、そうやって、ただ無意識的にざっとこう流されるままの生活習慣じゃなくて、こま切れこま切れにその自分の瞬間瞬間というのをきちっと捉えていくということをやっていくんですよ。過去の方がやりやすいですね。うん、過去の瞬間というのは、今残像としてそこに残っているから。うんうん、で、これを応用を利かせて、未来の瞬間というのもイメージしていくんですよ。ななるほどなるほほどどうん 未来の残像として、こういう未来が起きるんじゃないかということをイメージしていくわけなんですよね。うんうん、それは望む未来をイメージしていくってことこですね、うんうん、そうです、そうやって、うんまあ割と近いところの、えー、未来から始めて、うん、その瞬間をイメージすることによって、うんうん、よく、あのー、と成功哲学でいうと、未来の自分をイメージしなさいということをよく言われると思うんですが、はいうん、その自分の成功している未来って、めちゃくちゃ遠いところの未来なんですよね。 確かにね。何ステップも超えていかなきゃいけない。まあ、数ヶ月、下手したら数年かかるような未来だったりするじゃないですか。ではなくて、もっと近いところのイメージしやすいところから、自分のイメージをつなげていって、実はそういうものだという認識をしていくんですね。そうすると、心っていうののあり方が少しずつ変化が起きていくっていうかですね。なんかそんな感じですね、外力リーですね。なるほど、なるほど。それをだんだんこう、 長いこうスパンに、すぐ明日とか、一瞬先とかからどんどん先に伸ばしていくって感じなんですかね。そうですね。はい。ひょうこさん的には、それで、こう、実際にご自身で、こう、いろんなことができたかとか、ね、あ変わりますね。うん。あとは、その、<ー>えっと、なんていうか、スピード感が全然変わってきますね。うん。次から次に、その、オーダーがかかってくるっていうか。 面白い、これ面白いんですよね。宇宙にオーダーを出したら、そのオーダーがそのまま返ってきて、あとそれを自分で受け入れて、それをきちっとこなしていけるかっていうと、この試しが入るんですよね。オーダーかけるオーダーに対して、こっちなんか来る。で、その時に、やりますか、やりませんか。で、それやります、じゃあ次これです、次これですっていうふうに、どん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 加速度的に、それが速くなっていくということですね。なるほど。 僕もね、この時間の概念ってすごいやっぱり大好きな分野というかね、一番興味深いところではあるんですけども、やっぱりこう、心の波動に連動して、この時間っていうのがどうもあるなって僕は思っていて、うんうん、で、あの、まあ、時間は、まあ、とにかくあの幻想であるっていうのが、まあ、第一で同じだと思うんですよね。うんうんはい、そうですね。で、見えてる、まあ、その、有限と僕らが信じてる時間が、 まあある、その概念によって結構有限の世界を作り出してるなっていうのもあるし、まあ、うん、あとはさっきちょっと言いましたけど、過去から未来へ流れて、一方的に流れてるから、もう過去は変えられないっていう風にね、思っちゃったり、こう未来は積み重ねしかないから、こう何ていうの、そんな自分の可能性なんてないっていう人も結構多いんですけども、その連続性が崩れた瞬間、それを信じるのをやめた瞬間にものすごい変わると思うんですよね。 んかそういうのはありますよね、京こさんね。うん、どうですかそ、そのやっぱり昔はそうだったんですか、うん、昔はずっと連続してると思ってたんですか、うん、時間。そうですねあの、自分自身にとってはこう、長らくね、個人的には結構、えーあの、普通の人と同じような生活をしていってるわけですよね。だけれど、えー、常々そういうところに対して、まあ、時間の概念に対しての疑問っていうのも感じて、うんで、ある時それが違うんじゃないかなっていうことに気づいて、実践をしだすと、うんうん 変わっていく実践で変わる、えー、実践で変わるっていうことを繰り返しで<あ>まあそういう理論構築ができたっていうことだと思いますね。昔の日本人ってどうもね未来からこう時間が流れてるって感覚だったらしくて、うん、和時計ってこう針が、ねはい、こう回るんじゃなくて、うん、針は同じ12とか、ねはい、5時とか6時とか何て言う,うんだけどその文字盤っていうか、ね、その本体が回るみたいなねだから時間がやってくるっていう感覚で。えー まあ、だから、釜の上流から、どんどん未来って流れてくるもんだ、みたいなね。で、それの方がまだ僕はいいと思ってて、うん、願望実現って多分そういう方向で、未来の自分を、今、ここに投影する、その周波数をっていう。まさに先ほど言われてた、時間、未来の望む未来の一瞬先から徐々にこうやっていって、その周波数を感じることによって、 現実化されていくっていうことだと思ったんですけど、うんうん、あとタイムラインをね、こう違うタイムラインに移動するっていう感覚。で、僕はあの、うん、観念っていうかね、自分の中にあるブロック、このブロックを書き換えたりとかした瞬間に、なんかふわってこう変わる、タイムラインが変わったなっていう瞬間は結構感じるんですよね。そういうので感じることありますかなんか、どんなふに感じるんですかです、ね、常にこの連続してそれを意識するかしないかの違いだと思うんです。うん、おそらく 多くの人が無意識的にタイムラインを自分で変えていってるんですよね。なるほど、なるほど。だから例えて言ったら、うん、車の運転をするときにです、ね、うん、多くの人はハンドルを持たないで自動運転、ただアクセル、ブレーキ踏んで運転してるだけなんですよ。自分でその、えー、ハンドルを持って、うんえー、この自分の望む方向に変えていこうと思ったらできるんだけども、うん、それをやろうとしない。無意識的にみんなが、な誰もがそういうとです、ね、タイムラインを。 超えたり、またえたり、いろんなとこ行ったりというのを常々やってると。意識するかどうかの、まず出発点が大事だということですよね、なるほどね。うん。また最後にちょっとね、ポイントをちょっとお聞きしようかと思ったんですけど、やっぱりタイムライン、望むタイムラインにやっぱり人は行きたいですよね。はい。で、一番大事なこと、まあみんなができることで、一番これやったらいいよねってうワンポイントだけ。 絞って教えてもらうならばどんなことでしょうかね。そう,そうですね。うん、どうやったらそういうね、あの自分が望む世界線に飛べるかっていう話を考えたときに、うん、やはりその三日坊主になってしまうんですね。あんまりにも大きな目標を掲げてしまうと普通の人がですね。うん、だから。 あの3日坊主でもいいんですよ、その3日経って、また次、3日後にまた次の3日、次の3日というふうにですね、うんえー、一つ一つ、えー、細かいところを、あのー、細分化して、うんえー、それで、えーまあ、自分の,このできる範囲での、えー、変わり目っていうのを作っていく、うん、でそれがやがて習慣化しますよね、うんうん。で、その時に一番大事なことは、その意識の介入ですね。うんうん あの今この瞬間、瞬間も実は幻想にすぎないんだということ、うん、その、えー、意識を常に持ちながら、自分の,このフットワークを軽くするということをしていけば、うんえー、よりよ容易におそらくでき始めますね,ねまさにこの意識する、まあ、自分の内側を観察するということですかねねねそうででですすす内内観観よ、ねうん、人はね。 へてして、こう、日常の中のいろんなしがらみだったりとか、突発的なことで、なんか外側に意識が向いちゃうんだけども、そんな時ほど、あ、これ自分は今どんな風に感じているのかなとか、ね、そういった意識を自分の内側に向けたら、もしかしたらその時の感情とか周波数とかをこう書き換えちゃって、 違うタイムラインに住んじゃうっていうことができるかもしれないってことですね。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。結構今日はね、うん、すごいどういうテーマになるかも僕もね、分かってなかったんですが、やっぱり話身の中で <laughs>、うん、あの望むタイムラインのテーマだったと思うんで、また、はい、ぜひね、遊びに来ていただいて、いろんな方ね、対談もし、はい、させていただければと思います。あとね、あのひよこさんのチャンネル リンクをね、概要欄に貼っておりますので、ぜひね、はい、あの、見ていただいても、すんごい面白いいっぱいありますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、今日から望むタイムラインへどんどんシフトしていけるようにということで、ではありがとうございました。では,では、はい。では、では。